方、大谷翔平の全米認知度、17%。旧スコアーズによると大谷のアメリカ人による認知度は驚きのたったの 17%。ただ、マイク、トラウトの認知度はさらに低いと思われます。十分高い定期。トラウト超えてると思われとるやん。ようやっとる。ジャッジはどんなもんやんや。レブロンスッポ。逆に考えたらメジャーリーグ自体が誰も興味ないってことなんか。野球どころかスポーツ全く興味ないやつとか含めてやろ。十分高いやん。日本で3番目に人気のスポーツの MVP とか誰も知らんしな。いやめちゃめちゃすごいやん。下手すりゃ日本の1より認知度高いやろ。17% はすごいやろ。アメリカの認知度ランキングや、1位はトランプ。ピカチュウ、定期。オタクランキング草。